ユードキゆうは NHK 総合テレビジョンで放送された生活情報番組である。2006年4月3日、ユードキネットワーク、A 賞、ユードキネットワークの番組名で放送を開始した。前身は、首都圏、ネットワーク17時代である。同枠は長年にわたって、ローカル枠だったが、首都圏以外の地域でも、部分ネットされることになり、 番組名を変更した。NHK スタジオパーク内にあるスタジオから生放送される。コンセプトは夕方5時のあったかテレビである。基本的に平日17時台の放映で祝日、大相撲の本場所と高校野球の全国大会並びにオリンピックの開催中は休止する。また国会中継がこの時間帯で続いている場合は、 その終了後から一部のコーナーを変更、省略した形で短縮放送される。末期の関東地区における視聴率は5%程度で推移した。2006年度は17時10分17時30分の第1部が準全国放送、17時30分18時の第2部が関東地方と山梨県、静岡県、 変速編成を対象としたローカル放送であった。制作は第1部まで含めて首都圏放送センターでこれが口実する問題点の原因になった。第1部のミネットする放送局では第2部の時間帯に独自制作の地域情報番組を放送した。一部地域では第2部の番組を有土ネットワーク東海、北陸、名古屋局、 夕時ネットワーク新潟、新潟局などと夕機を関した名称で放送した地域もあるが、この項で指す首都圏放送センター制作の夕時ネットワークとは別番組扱いであった。2007年度はこの分岐がなくなったものの放送地域の拡大などで5時のニュースが15分間の放送になったことに伴い、第一部開始が5分遅くなり、その分時間が削られた。 17時10分17時15分は各地のニュース、気象情報。17時56分18時はブロック別気象情報。2008年度は従来ミニ番組で穴埋めした17時、前の時間枠にまで拡大した。16時55分から10分間は全国のニュースを NHK ニュースなのもゲ務する女性アナウンサーが伝える。新規初放送は 北海道と福岡県で全く放送しない地域は関西地方、宮崎県のみとなった地域ごとの差し替え、番組を参照。このことで NHK の各地の放送局は地域番組放送後などの放送センターからの番組配信などに融通が効くようになった。同時に猫をモデルにしたマスコットキャラクター、ユードキニャン太郎、作は佐野健次郎、声は テルイ・ハルカが登場し、タイトルロゴは夕日をベースに、湯というロゴに変更された。また、それまで首都圏センター創出だった関係で、時報スーパーは各局任意だったが、2008年度よりアナログ放送においての時報スーパーは、全国放送の放送センター創出となった。デジタル放送はこれまで同理各局別での表示である。第90回全国高等学校野球選手権。 記念大会、北京オリンピックなどの長期スポーツ特別編成明けの2008年8月25日、放送分以降、テロップレイアウトに小変更があった。2009年度は、開始当初から長い間使われてきたテーマ曲が一新されるとともに、スタジオの雰囲気も明るくなった。また、モノラル放送からステレオ放送に変更された。毎年12月28日の夕方には、 各地方放送局がローカルニュースハイライトを放送しており、首都圏放送センターも2008年まで誘導期を休止して首都圏ハイライトを放送したが、2009年以降は通常の首都圏ネットワークで放送する。これにより、誘導期の年内最後の放送日は12月28日となり、一部のツボネも同時ネットするネット放送局を参照。 2010年11月29日放送分からは、すでに実施された番組内の中断ニュース、16時55分から17時5分を含めてリアルタイム字幕放送を開始した。当初は不定期での実施だったが、2011年度からは毎日実施されるようになった。大相撲中継により放送が休止となるが、2010年の名古屋場所は、 中継を見合わせたために通常通り放送した。2011年春場所は開催中止になったため、通常通りの放送予定だったが、震災関連のニュースを放送したため休止となった。後日、企業審査場所となる2011年夏場所も中継せずに本番組を放送した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震。 東日本大震災のため臨時の報道体制を敷いた。18日まで特別体制が敷かれていたため休止した。21日からは関東、甲信越地区は首都圏震災ニュース、東北地区は東北ライフライン情報をそれぞれ放送した。これらを放送しない北海道及び東海、北陸異勢、関西地区も含む向けには世界触れ合い街歩きセレクションなどの裏送り。 番組が放送された。一方で、2011年3月21日から4月8日までの3週間、被災者今訴えたいことと題した特別番組を放送、東日本大震災の被災者からの声を紹介した。放送時間は3月22日から4月1日までは13時台、3月21日と4月4日以降は14時台であった。スタジオ、出演者は、 ドキと同じ。総合テレビのほか、BS1、NHK ワールドプレミアムで同時放送した。2011年4月12日から、震災に負けない、ドキネットワーク、震災にまマ,マイナスとして再開し、放送時間を18時30分まで延長した。また、震災に負けないは、関西地方でも5月20日まで放送された。また、 金曜日のみ差し替えを行う宮崎県地方でも5月13日まで金曜日放送分がそのまま放送された実質的な全国放送。17時台は通常のスタジオパークから放送されるが被災地域を中心に震災関連の話題を伝える。仙台局との中継を結び仙台からは津田義明が担当した。5月は 大相撲中継に伴う放送休止があるが、2011年5月場所は、企業審査場所として開催されたため NHK は、生中継を実施せず、誘導期を通常通り放送した。時報スーパーは17時10分18時は常時、表示された。18時台は主に首都圏のローカルニュースを放送する NC、C フロアに場所を移る。福島、森岡、仙台。 ミト局とリレー形式でニュースを伝え、東京のスタジオからはニュースリポートやその他のニュースを伝える。字幕放送なしのモノラル音声となるほか、テロップ使用も本番組ではなく NHK ニュース各番組と同じテロップを使用し、ファックス番号やメールアドレスは表記されなかった。また、関西と宮崎県を含む全国放送で18時台の各地のニュースは、 短縮して放送された。なお、5月16日以降は18時台は任意ネットになり、一部地域では18時台の放送を打ち切って本来ローカルニュース番組の定時放送に戻る。なお、震災に負けないは6月10日で終了となり、翌週からは通常の編成に戻った。2012年3月5日から9日の放送は、震災から1年を迎えるにあたり、 関西地方でも放送された。2013年4月1日から同番組を全国ネット放送として、これまでネットしなかった関西エリアでも放送を開始するとともに、金曜日を大阪放送局制作に変更することになった。タイトルも、有土ネットワーク関西発と一部解体される。キャスター陣は、田丸真希、女優と、ひるきたけし、NHK アナウンサーが務める。 また、放送時間が17時10分から18時に変更されると同時に、2008年度以来内放した16時55分から17時5分の全国ニュースについては、独立番組となり17時17時10分に移動する。2014年4月の新年度からタイトルを有土期に解題して、放送時間が16時55分から18時に変更されると同時に、 17時17時10分に独立番組として放送された全国ニュースが1年ぶり内放される。また、担当女性アナウンサーも5代目として、郷原明子が登板した。2015年3月6日で当番組は終了し、9年間の歴史に幕を閉じた。最終回は、金曜日のため通常通り大阪からの放送だったが、 大阪放送局のスタジオに山本とゴ原ハラが、赴いて4人で進行する形式をった。同年3月30日から、後継番組、ニュース渋5時がスタートした。ニュース渋5時では、タイトル通り報道番組となり、放送時間も16時50分から18時10分に変更された。インは、主に、ニャンカメが行く。お担当、コーナーの中で、 有毒キチェック及びコーナー担当は、2008年10月以降、曲穴やディレクター、佐藤淳子らが、リポートすることが多くなった。2011年度からは、俳優、石田純一、原千明、タレント、清水智子、郷道ゆきら等をゲストに迎えることも多い。生活に関する知恵を紹介するコーナーであった、教えて。 おばあちゃんを一度終了する形でリニューアルした。は、生活上の常識に関する大事なポイントを、押さえておくようにナビゲーするコーナーとして放送する。いずれも12時15分の首都圏ローカルニュースを兼務。以下は、基本編成であり、地域により異なる。以下の例は、番組変更がある場合である。例外として2007年9月6日の場合は、内容を、 台風9号関連のニュースに差し替え、スタジオも通常のスタジオパークではなく、ニュースセンター C フロアからの放送となった。これ以外にも、首都圏ネットワークを放送する、ニュースセンター C フロアからのスタジオからニュースが入る、場合もある。テレビ東京を除く民放キー局の夕方、報道番組とは違い、公共放送である NHK 制作であるがゆえ、 芸能の話題をあまり取り上げないことを番組の制作スタッフが逆手にとって生活情報を中心放送するためローカル差し替えをする地域が少ない番組はその要領を生かして17時54分の気象情報を中心に伝える地域枠を放送した後放送センターからの18時の全国のニュースにさらに18時10分からの地域ニュースへと促せるように配分される その後の時間帯に放送される地域ニュースのタイトルのほとんどは、有毒ネットワークの番組タイトルのキードにちなんだ言葉を含んだような番組タイトルを名乗ることも大きな特徴である。関西地区がネット受け返し、また同時に金曜日分の制作を担当することになった。徳島局と宮崎局が全曜日放送に移行し、 未放送の関西地区を除くすべての地域が全曜日放送となった。松山局が全曜日放送に移行したことと宮崎局が新規発放送、金曜日のみ差し替えを継続となったほかは変更なし。2008年度はこの番組が原則として全国放送に移行することが示されたため差し替えを行うつぼねがさらに大幅に減った。ただし、 前曜日未放送は、関西の NHK 放送局と宮崎の7局、金曜日のみ差し替えは、松山と高松、各州と徳島の3局である。関西以外は16時50分、16時55分までは、ミニ番組で、穴埋めされる。大阪、神戸、京都、大津、奈良、和歌山放送局、関西ネットワーク。2009年6月12日、金曜日は、 北海道地方でもよさこい騒乱祭りの特別番組を放送するため、中断ニュースを除き番組休止となる。2011年10月11日より、スタジオセットが NHK スタジオパーク新総オープンを記念して、番組は新セットで放送を開始した。セットのコンセプトについては、前ほど大きな変化はない。スタジオパークの工事期間中は、 通常の放送センターのスタジオ内に、簡易的な前のセットを組んで番組を放送した。山本アナと、郷原ハラアナは、本番組終了から約1年後の2016年3月12日に、NHK ラジオ第一の特別番組、震災から5年被災地を励ます歌で、その1ヶ月後の2016年4月14日、放送の 首都圏ネットワークでメインキャスターの二人の共演が久しぶりに実現した。その後も不定期で共演することがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。